ボルトゥルノ川は、イタリアの南部を流れ、テレニア海に注ぐ川。アペニン山脈に源を発し、カンパニア地方北部を潤す川で、河畔にはカプアなどの都市がある。ナポリの北方に位置する、この川の下流域は、古来幾度か戦場となった。ラテン語では、ボルトゥルヌス川と呼んだ。この名は、英語のロールに相当する、ボールベから来ている。リューロこの川の水源は、 中央アッペニン山脈の山中、カステル山ビンチェンツォに位置する。水源から南方向に流れた川は、ベナフロの南東方で流路を南東へ変えて、カゼルタ県に入り、カイアッツォの東方でカローレイルピノ川と合流し、流路を西方向に大きく展開。以後、ボルテュルノ川はカプアを経て、カステル・ボルテュルノでティレニア海に注ぐ。 川の長さは1 7 5トルである。この川は軍事的な重要性と共に関心を集めてきた。紀元前194年にはローマ人によって川口南岸に植民地ボルトゥルヌムが築かれた。シヌエッサとプテオリを結ぶドミテアナ街道はボルトゥルヌムで河川を越えた。ゴート戦争中の554年、東ローマ帝国の将軍ナルセスは、 ボルトゥルヌスの戦いで、フランク人とアラマンニ人とを打ち破った。1860年、ジュゼッペ・ガリバルディ率いる義勇兵、千人隊は、南イタリアに侵攻。両シチリア王フランチェスコ2世は、ナポリを脱出して、ガエータに移るとともに、サンタマリア・カープはベーテレを中心として、ボルトゥルの川南岸に防衛陣を敷いた。10月1日から翌2日のボルトゥルヌスの戦い。 において、サルデーニャ王国兵や、ガリバルディたちは両シチリア王国軍を破り、カプアの攻略を導いた。ボルトゥルの側の名はまた、第二次世界大戦時に、ドイツが敷いた防衛ライン、ボルトゥルの線でも知られる。ありがとうございます。